ったらメンバー以外の誰かを誘って海に行っちゃうんだから。誰と行こうかな。あ、そうだ、リサ先輩、一緒に出かけたことないし、いい機会かも。連絡先はと、あった。あ、もしもし、リサ先輩、今週末って予定空いてます？はい、もしもし。あれ、ひまりじゃん。なになに？え、今週末？うん、暇だけど。海、いいね。もちろん行くよ。それじゃあまた週末にね。いやー、海か、何年ぶりだろう。あ、まあきっと2年ぶりかな。中2以来だよね。ってやば、水着。さすがに中学時代のやつ今着るのはちょっとないよね。今日の買い物は水着探しに予定変更。せっかくだから新しい水着買っちゃうぞ。どんなのにしよっかな。水着今年のトレンドはと、あ、みんな可愛い。試着して決めよう。あのボス本当きつかった。ごめんね、リンリン、アコが足引っ張っちゃったよね。ううん、あれ本当に難しいクエストだから、次はパーティーメンバー増やしてやってみようか。うん、ありがとう。次こそ絶対にクリアしよう。うん、一緒に頑張ろう。クリアしたらこのカフェで祝杯をあげようってことで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。うん、アコ、ここのケーキ大好き。じゃあそろそろ出よっか。私も大好き。また来ようね、アコちゃん。もちろん。さてと、この後はアクセショップに。あれ、ねえリンリン見て、あそこのショップにいるのリサ姉かな。本当だ、今井さん見てるのは水着？どうしたんだろうね。声かけてみよう。この布面積はさすがにちょっと攻めすぎだよね。ねえねえリサ姉。あ、アーカ、リンカも。びっくりした。えへへ、ごめんなさい。リサね、水着買いに来たの？うん、実は今週末にひまりと海に行く約束してさ。ひーちゃん、お姉ちゃんと一緒のアフターグローのメンバーだよね。ベースの方ですよね。そうそう、そのひまりと海に行くんだ。だから水着を探してるってわけ。持ってるやつ中学時代のだし、さすがにきついからね。いいな、海、アコも行きたい。リサね、アコも行っちゃダメかな。いいじゃん、一緒に行こうよ。後でひまりに言っておくから。やっぱり海はみんなの方が楽しいしね。やった、ありがとうリサね。ね、リンリンも行こうよ。知らない人がたくさんいる。それに水着なんて絶対無理。無理、無理です。海怖い。そんなことないよ。きっとすっごい楽しいよ、リンリン。お子ちゃん、あ、でも無理です。私行かない。リンリン、まあリンコにはちょっと早すぎるかもね。慌てることないって、海は逃げないからね。うん、そうだよね。それに海じゃなくてもリンリンとは遊べるもんね。あ、
さこちゃん。でもまあ、水着見るのは付き合ってくれてもいいよね。それじゃあ二人とも試着大会の始まりだ。おー、イコアリンリン、最強にかっこいいやつ見つけよう。私も待って、アコちゃん。